前からこんにちは。走行回動画でおなじみの駅前からスタートですね。ここ上島駅よりバスに乗車し、イオンまでアプローチします。到着したのは日のレインボーですね。早速乗車します。車内は広々としています。それ気味に空気輸送って言ってますよね。よしまーす。この路線は上島井温泉といいまして、上島駅とイオンを結んでいます。間のバス停は上島4丁目と小池南の2つのみで、基本はローカル線の秘境駅のように乗客が乗ってくるのは滅多にありません。計画通り。鉄道公団みたいに無駄に駅を作ったみたいなものか。いえ、そんな非国民的な考えではなく、この路線には他にも総出線が浜松駅から出ており、主にそちらからのお客様が降車されています。乗車とは一言も言ってない。確かに直通便の声も出ていますが、さてこのバスは一つ目のバス停、上島4丁目をお決まりのように通過すると、馬込川を通過します。下には雪化粧した山が広がり、場所によっては富士山も見ることができます。この景色を見ると思うんです。長野とか行って雪見風呂したいと。考えが親父臭いです。二車線もある道路にポツンと一軒家状態で佇む二つ目のバス停、小池南を通過していきます。もしも途中から乗車した人がいたら、例の BGM とともにインタビューをするとこでした。どうして次から次へとくだらんこと。そして終点の放送が車内に響き渡ります。駅から直線距離約 2.2 キロ。運賃を蹴散りたい健康な DK、JK の足で20分かかるところを170円の課金により11分の速さと快適さを手に入れることができました。健康は含まれませんが、京葉線のリレーよりかはマシでしょう。ちょうど良い硬さのシートと耳に優しいエンジン音に別れを告げなくてはなりません。少しの時間でしたが、情というものが湧いてくるものです。じゃあ、このバスで和歌山県から奈良県を結ぶイカレコンキロ線に行きますか？お助けください。さて到着です。170円をお布施し、イオンの地に足を踏み入れます。浜松で2番目の大きさを誇るイオンに到着です。コロナ将軍にならないために検温とアルコールをします。すって、ちょっと待て、センサー反応してくれ、検温器もエラーになるな。オチはエクソシストビブンでしたよ。ふざけるな。自走ね。本来であればこの機械をなぎ倒しに潰していましたが、ここは公共の場、なんとか理性を保ち、心の中で叫んでいました。お前に見えたね。はい、人間書ございませんよ、使いですよ。わかってる、これを作った方々へ事件書とともに提出をしたいですよ。でもいつもなんですよ、検温ではいつも死んでる体温だし、ね、私死んでるの、死んでるの、生きてるよ。疲労が反応したでしょ。走行しているうちに間もなくポポンデッタ周辺です。それにしてもここ周辺はよくできてますよ。なんて言ったってアニメイト、模型ショップ、本屋、定線が集中していますから。走行開始で模型ショップに顔出し、本屋でマガジンを砂取り、定線で電車で GO。 デザートはメイトエダイブ、最高ですね。それにエスカレーターという文明の力を使えば電気屋だって行けます。ちょっとオタクの動線経路で悲しくなりますよ。いや、コロナの時期少ない動線で短時間というのが原則ですから、よっぽど良いじゃないですか。ユリコ様もびっくりですよ。友人を待たせているので早く入店しましょう。あ、どうも。はい、いつも通りのレイアウトで。メンバーとラインナップの紹介です。今回は前回も登場したコア Q さんと兄さん様との動画になります。ラインナップです。最初はちょっとした雑談タイムです。ニュース界の連結バリエーションが増えましたね。最近イベント多くなってうぷ主は嬉しい限りですが、よくよく考えれば何回と同じもんでしょうか。やっぱり全部2階建てとは見てて壮観ですね。勇ましい限りです。
you